皆さんちょっと待ってね。結構コメント合ってるな。やっぱ皆さんお話ししてほしいと思ってくれていたのかな。ちょっと今頑張って立ち絵を出しているので待ってくれな。よし、じゃあお電話おかけしようと思います。はい、電話かけまーす。もしもし、もしもし、あっ、あっ、わたみは悪くないよね。しぐれういです。わたみです。ありがとうございます、来てくださって。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。わたべちゃんが遊びに来てくださいました。お邪魔します。わーい、わーい、ずっとね私喋りたいと思ってたの。私も思ってました。本当来てくださって本当にありがとう。こちらこそありがとう。昨日さ、あのスバルのとつわちで私を名乗って入ってきてくださって、バレてる。あ、もちろんもちろんチェキラさせていただいておりますよ。え、どうですか皆さん、似てますか声。似てますか。一人芝居じゃないですよ。え、そんな似てるかな。似てるかな。ね、なんか自分たちじゃあんまわからないんですけどね。そう。でもたまに、そう、ういママが、こう大型コラボとかに出てる時に、ほうほう、こう見てるんですけど。ありがとう。そう、笑い声とか、あれ、あ、自分かなって一瞬思ったり。確かに笑い声似てるって言われる。そう、すごい言われる。いや、こんな方にね、似てるって言われてもめちゃくちゃ光栄ですよ。いや、こちらこそですよ。まとめちゃん、若干音上げれたりしますか。これぐらいでどうですか。皆さんどうですか。こっちはね、200パワーでね、上げちゃったけどね、まとめちゃんの声もうちょっと聞きてんだ。これぐらい、これぐらいいける。もうちょい、もうちょい、これぐらい上げちゃう、これぐらい、いい感じ、いい感じ、いい感じ。同じ声だって。そんなことはないでしょ。そんなことはないでしょ。そんなことはないでしょ。じゃあ早速渡部ちゃんにテトリス99のプライベートマッチのパスワードをお送りします。お願いします。はい、これで入ってこれますでしょうか。はい、入力します。はい、お願いします。いや、ずっとお話ししたかったんですよね。私は なんだっけ、ロボちゃんか誰かの配信の裏でちょっと話したぐらいだよね。そう、うん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 。こうやって二人で話すの初めてで。はじめまして、はじめまして、はじめまして、はじめまして。いつも散々あネタにしてすいません。いや、こちらこそ。いや、まさかこんな楽しいテトリスでご一緒できると思わなくて、うん、最高の気分です。練習しててよかったな。私も入れました。あ、今マッチング中になってます。あ、じゃあ私も入ります。はーい、はい。まためちゃんはどこにいるかな。どこだ。あ、いた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 、これだ、これ、あ、これだ。ごめんなさい、でも本当に OBS の操作が下手くそで。ツイートしてきますね。あ、ありがとうございます。配信前かな。ね、念願の。あ、念願の。いや、私もね、いや、でもなんか、とつまちでもそうだけど、コラボをね、ずっとしたくてね。でも、そう、そう、なんか、コラボしてって言われすぎて、逆に何で遊ぼうかなってずっと考えてたところ。そう、何で呼ぶのがいいのかなーねえ。渡部ちゃん。一応、あの、フレア先輩には勝ちました。ほう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 。実は私、あの、文芸部でして、うん、あの、語彙には自信がありますんで、ちょっと起こしさせていただいても良いですかね。かかってこいよ。やるやんけ。お、イキリ羊がよ。まあ、とりあえずね、今日はね、テトリスでボコしてからバチボコに、バチボコにやりますんで、やるぞ。プレゼントお見舞いしてやるぜ。ほう、それはおためちゃんの罰ゲームのことかな。罰ゲームだと。知ってます、これ罰ゲームあるんですよ。何、何、あの、もしね、私が勝ったら、すごいロリカかゴビニャンで、はい、あの、お誕生日おめでとうって言ってほしいんですよ。で、で、ウイママは、え、負けたら、いや、私は
負けはしない。え、私は負けはしないので。負けはしない。ええ、私は負け知らずなので、そんな罰ゲームは考えておりません。さっきまでずっと見てたんですけど、いや、何のことかな。あ、ちょっとよくわかんないな。見てたんですか。いや、多分違う配信、勝ち星ゼロ、あ、違う配信だったか。それ多分私の過去の配信ですね。あ、アーカイブだったかな。そう、アーカイブだわ、それ。え、もう、うん、おかしいな、おかしいな、な、ちょっとリアルタイムで見てくださいよ。見てくれたのに。間違えちゃったかも。散々言っていや、気持ち、それぐらいが気持ちいい。あ、なるほどね、なるほどね。あ、やばいな、ちょっと、渡辺ちゃん、今調子どうすか。あ、絶好調ですね。あ、まあ、まあ、私も、うん、絶好調ですけど。ちょっと久しぶりにやるから。あ、わかる、私も正直久々なの。ちょっと不安なんだわ。ちょっと不安。そう、なんなら全然もう2つ開けとかできないんだわ。わかるんだわ。やばい、わかるんだわ。ちょっと私たち会いましょうね、ちゃんと。CPU 倒して2人で会いましょうね。そうですね。まずはそこか。あ、やべ。あ、お、なんだ、どうした。あ、やべ。お、わためし大丈夫か。生きてる。あ、まずいな。お、早い、まだ68人残ってる。大丈夫か。そんなに残ってる。結構残っているけど。立て直さねえと。あ、いや、まだいける、まだいける。やべえな。そう、私もあんまり良くない。ちょっと、あれ、あの、2人で頑張りましょう。そこも似てる。お、そんなとこまで。ポンコツ属性ですか、もしかして。あれ、もしかして。あれあれあれ、私たち入れ替わってもバレない。行き分かれた。あ、かも。私たちもしかして姉妹、入れ替わってもこれバレないかも。バレないかもしれないな。ちょっと入れ替わってやっぱ誰か騙しましょう。騙しましょう。楽しみ楽しみ。騙されるもんなんかな。ねえ、いや、騙されようもんならね、うん、我々にわかになっちゃいますよね。あ、ですね。ね、私たちのことを分かってくれる。うん、今騙されてる人とか、え、いるのか。そんなやついる。おるん、そんなにわかおる。あ、やばいやば、ちょっとやばい、煽ったの間違えちゃった。ちょっと待って、ごめん、今のちリスナーごめん、煽ってごめん、悪気はない。天罰が。あ、間違えた、一言笑ってた、間違えた。そこまで似なくていいんだよ。そんな、やばい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 、どうしたらいい。まずいまずい、どうしたらいい。こうだな。あ、待って、さりげなく今2人ですよ。もう2人きりだよ。本気を出すときは来たの。あ、来たな、そろそろ出すか、本気出しちまうかな。あ、見せちゃおっかな、俺の本気。暗いな。あ、痛くもかゆいな。かゆい、かゆいか。痛くはないけど。痛い、思ったより痛い。弱いんですけど、あの、よかったら。生きたら失敗しちゃうんで。あ、そうそう、調子乗りなんで。あ、ちょっとわかりますわかります。あ、とりあえずとりあえず、あの、私が勝ったということで、あの、語尾にゃんでお誕生日おめでとうって言ってくれますか。うん、ういママお誕生日おめでとうにゃん。またコラボしてください。ぜひぜひぜひ、お声掛けします。また遊んでね。私もします。おめでとうございました。
わためちゃんとのお話でしたけど、皆さんいかがでしたか？本当にね、わためちゃんとお話ししてみてほしいっていうお言葉は本当にめちゃくちゃいただくんですよ。いやー、ずっとお話したかったから来てくれてすごい嬉しかった。緊張した。実質2人やんじゃないんじゃ。ちゃんとわためちゃんだわ。